DS PDS。Hey guys、スペースキュートね。ハイチュウ皆さん大好きでしょうか。こちらです。アプロピシャンハイチュウ。でハイチュウと言ったら果汁がたっぷりで売りなんですけど、果汁たっぷりっつったらねこちらもあるんですよ。こちらもね果汁では負けてないってことで、で中の白いやつあるやん、乳化剤入ってるから、まあ、生クリームっぽいのでまあ、できてんですよきっと。でその生クリームミルキー、うんファンキーって感じでねハイチュウができるんじゃないかと思ったんで今日はつけていきましょう。で原材料見てもらえるわかるんですけど、ほとんど水飴なんですよね。水飴の砂糖のゼラチンなんですよ。こういう飴とかはね、ほとんどが砂糖で、水飴と、ゼラチンを加えれば、ソフトキャンディーになること間違いないですね。で、水飴結構たくさん入れた方がいいかもしれないですね。おー。ちょっと焦げないように気をつけないといけないね、これ。水飴でなんか溶かすって感じで。だいぶ溶けたぞ。お、だいぶ良くなってきた。ここでゼラチン溶かさないで入れるとどうなんだろう。入れちゃえ。とりあえずこれで冷ましてみます。水に入れてまだ固かったんで水飴加えます。ちょうどよくなるんじゃないかな。ちょっと着色入れちゃえ。やっぱ水飴でちょっと薄まってんで、でハイチュウって結構ねふわふわしてると思うんで空気結構入れてもいいと思うんだよね。はい、冷たいところの上に置きましたね。これだと多分すぐ固まるね。多分このぐらいの柔らかさで大丈夫かもしれない。よし、はい、冷蔵庫で冷やしたらちょっとねカチコチステーションになっちゃいましたね。こっちミルキーで、あー硬いけど空気入れたらちょうど良くなるかもしれない。ほらもう金色だよこれ。あ、ちょっと空気入れたら柔らかくなってきた。はい、まあ、とりあえずこんな感じで、あ、ミルキーは結構いい硬さになってるね。うん、これちょうどいいかも。よし、こちらのミルキーにねかぶせます。あ、いい感じ、いい感じ。かぶせたら包みます。で、伸ばします。こう伸ばして結構ね、思ってる以上にね、細いんでね。あー、いい感じじゃないですか、これ。では、これでちょっと冷やしますね。はい、冷やしましたね。ではね、切っていきます。これ、配置じゃね？ではパンヤメとミルキーの夢のコラボ、ハイチュウいただきどんき。ん？ハイチュウ、なんか本当に再現できてる、その生クリームっぽいところも。まあ普通のハイチュウよりちょっとネチョネチョしてるんですけど、いやもういい線いってるねこれ。このパンヤメのね酸っぱさもねちゃんとありつつや。はい、って感じでパンヤメとミルキーめっちゃ相性がいいんでね、ぜひね、なんかコラボ、会社はね別々なんですけど、コラボしたらねすごい売れると思うんで、ミルキーがパンヤメの帽子かぶってるパブリッジビー、ああもうやだ。ダネシーアンダシー PDS 株式会社。チャンネル登録よろしくよろしくよろしくよ。動画のグッドボタンもお願いしますよ。おいしょ。はい、誕生日プレゼント自慢動画になります。僕もね28歳になってもうアラサーに近いよ。もう辛いけどね、みんなも一緒にね年を歩んでんで辛いことなんてない。うん、さあこちらなんでしょうね。ほっ、すごいクリアファイル入ってる。ウームからだ、ウーム一同。え、なんだこれ、ビンズ。でもね、人にプレゼントあげるってすごい難しいですからね、気になりますよね。おー、サンダルや。お、めっちゃ嬉しいっすね。サンダルめっちゃ使うんで。お、ビーンズって、これ、あ、豆で作ってんのかな、これ。ほら、
豆が原料のなんか環境に優しい的な感じだと思うんですよ。あ、確かになんか豆の匂いがするかもしれない。さあ、ちょっとビーンズの履き心地。うわ、足もぴったりや。いいね、すげえ。ありがとうございます。おお、ほっ、アディダスですね。めっちゃかわいい。あの、ジムで絶対使いますね、こちら。ジムじゃなくて、なんか原宿でさ、歩いてたらモテモテだよ、これ。ゴールドジム行くのかなって思われますよ。すげえ。なんか手紙が一切ないんだよね。手紙がないけど、ありがとうございます。めちゃくちゃ軽いな。すげえ。超軽いんだよ。履いてない、履いてない。おしゃれは足元からだよね。いや、もうなんか生きててよかった。すごいなんかギュウギュウや。なんかもうラッシュみたいな匂いがするね、もうすでに。うわ、 PDR マスク、これね、めちゃくちゃ助かってますね。ほんとマスクありがたいです。あとね、こう歯磨き粉とかもう今ちょうどね切らしててね、歯ブラシもねあるんで、あれです。ゆうたさんより、いつまでも若く楽しいランテック、これからも頑張ってね。うわ、かっちぇ！ XL でちょうどいいわ。もうなんか本当に、分かってますね。おぉ、なんだこれ！シングルマザーさんから、テレビ東さん T シャツ着てくれてほっこりしてます。北海道で大人気のゆるキャラ、ことイクエ。僕のお母さんもシングルマザーなんでね、共感しますね。おぉ、メロングマ、すげぇ。めっちゃいかついんだよ、メロングマ。ありがとうございます。おお、セーターかと思ったら、お、ズボン、これ、夏でもいい、いけるズボンですかね。すごい斬新なズボン。ありがとうございます。すごい可愛いコッポラ。28歳の誕生日おめでとうございます。10年くらい YouTube やってて、今までいろんなことあったと思うけど、自分のスタンスを変えずにずっと我が道行く感じですごいなと思ってます。そういうところ大好きです。また男性らしく思い、これからも動画残念してもプレゼント大好きなポップとプレゼント。ありがとうございます。ナッポンさん。Thank you very much!ハートってことは、ちょっと僕のことを、くるくるキャンディを作ってる動画を見たのがきっかけでした。キャンディで僕を知る。やっぱキャンディいいね。時々リップくれたり、ツイキャスの悩み相談に答えてくれて本当にありがとうございます。ダンディックの影響で筋トレしたり、握力鍛えたりするようになって、外見コンプレックスは少し克服できました。レモンさん。めっちゃなんか人の人生を変えてて、やっぱやってきてよかったです。香水生まれの匂いケア。僕今最近脇がねすごい匂うんで、ありがたいですね、これは。うん、いい匂い。そしてミサンガ、ありがとうございます。ダンテックの誕生日でございます。いつもありがとう。ジュンジュンさん、いつも連絡くれるジュンジュンさんですね。この重さは、おお、バスロマンみたいなやつめっちゃ使いますね、これは。すべてお風呂のやつ、もうこれはね、あのバスロマン系は間違いないですよね。一人暮らしだとさ、お風呂入る人って多分少ないと思うんですけど、僕ね毎日欠かさず入る静香ちゃんタイプなんですよね。ほっ、おら、さあ、なんだろう。ほっ、28歳お誕生日です。そして少し前になるけど、大会お疲れ様でした。頑張ってる人かっこいいなと思いました。あと10周年お願いします。動画しか勝たん。しおりんさん、ありがとう。おお、これは、おお、すげえ、お、マッチョマンやん。バレンタインを過ごしてください。ちょっとバレンタインのやつですね。よいしょ。ほっ。おお、バレンタイン、プレゼント、ありがとうございます。って感じで、年取るの嫌なんですけど、誕生日も悪くないですね。